ウィーン市庁舎ウィーン市庁舎はオーストリアの首都であるウィーン市の市役所庁舎であるウィーン1区のフリードリヒ・シュミット広場に位置する。1872年から1883年にかけて建築家のフリードリヒ・ホン・シュミットの設計をもとにして建設されたウィーン市お及び ウィーン市議会が執務を行う庁舎として利用されている。ウィーンは、死単独で、連邦州と同じ地位を有するため、ウィーン市議会はすなわち、州議会と同様の位置づけにある。落成した頃のイラスト19世紀の中頃、それまでのウィーン市域と周辺の各町域との合併により、地域の面積及び人口が著しく拡大、増加したことで、 それまで使われていたビップリンガー通りの旧市庁舎が手狭となっていた。1868年、新たな市庁舎建設に向けたコンペが実施され、ドイツ出身の建築家であるフリードリ・ヒホン・シュミットの案が採用された。場所については、当初はリング・シュトラー・セソイのシュタット・パークの向かいが検討されていたが、最終的にヨーゼフ・シュタットの射程の一角に建設するものと、 決定した。この土地は19世紀に連平城として使われていたところだったが、1870年に時のウィーン市長、カエタン・フェルダーが皇帝からもぎ取ることに成功した。この時期、かつての城壁を取り壊して作られたリング・シュトラーセソイは開発が進められ、ウィーン宮廷歌劇場、帝国議事堂、ウィーン大学本館などの歴史主義建築の建造物が、 次々と建てられていた。これらが皆帝国政府によって作られた中で、市長者は唯一ウィーン市の主導で建設されたものであり、このリングシュトラーセの開発に関わる一連の計画をめぐる首都国の間の綱引きの中で、市長者は得意な位置を占めている。新市長者はおよそ1、400万グルデンの費用をかけて完成し、1885年に市役所機能が移転した。 それまでの旧庁舎は、現在は1区及び8区の区役所のほか、区立美術館、公文書館などとして使われている。1927年より、庁舎内に市庁舎消防局が同居している。一般的な消防としての任務のほか、ィーン市の防災センターとしての機能も持ち、またパスポートを紛失した際や夜間、 祝休日などに緊急発行する業務も行っている。完成した建物は奥行き152メートル、幅127メートルで、建築面積19,592平方メートル、総面積は1 1 3 0方メートルである。部屋数は1,575、窓は2,035枚を数える。ファサードは、ごしっくりバイバル建築の中でもとりわけ際立つ例で、ある。 外側、取り分け105メートルの高さを持つ戦闘は、フランドル博領で、伝統的であったゴシック建築による、視聴者から着想を得ており、中世から続く、都市の自治という伝統を受け継いでいる。7つの中庭を持つ設計は、バロック様式の宮殿という概念に従ったもので、ある。大ホール内部ビーンの著名人物の像が並ぶ、大ホールは、奥行き71メートル。 幅20メートルで、リングシュトラーセ沿いにあるホールで最も広いものの、一つである。大ホールとそれに続く部屋は、展覧会、コンサート、舞踏会など、年間およそ800の催し物に使用されている。ヨーロッパで最大のエイズチャリティーイベントである、ライフボールも、視聴者内の部屋を使って開催される。視聴者の地下は、文化財として登録もされているラートハウスケラーである。 3500平方メートル以上の広さがある。この空間は歴史的な壁画や装飾を見ることができ、催し物やパーティーなどにも利用可能である。1952年に最初の改修工事が施行され、そして2005年には地下室全体がおよそ600万ユーロをかけて改修され、さらに歴史的な壁画や木造建築が オーストリア連邦文化財局によって修復された。1960年に歴史的な調度品が近代化を目的として破壊されていたランナーレ・ハールホールも芸術家のライナー・マリアラツケによって光の差し込むオランジェリー様式で新たに装飾されフレスコ画のような素材の壁紙があしらわれた。視聴者の裏手に位置するフリードリヒ・シミット広場には設計者である フリードリ・ヒホン・シュミットの記念碑がある。エドムント・ホーフマン・フォン・アスペルンベルクト・ユリムス・ダイニンガーによって制作され、1896年5月28日に設置されたものである。ラートハウスマン戦闘の一番上には、ラートハウスマンと呼ばれる旗を持った騎士の像が立っている。この像は、丹造職人のルートビヒビル・ヘルムから、ウィーン氏への贈り物で、アレクサンダー・ネヤが、 フランツがステルのモデルにより制作したものである。デザインの元になったのは、マクシミリアン一世が使っていた鎧であると言われる。視聴者建設の際、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世は、ボティフ協会よりも高くしないでほしいという注文をつけた。設計者のフリードリ・ヒホン・シュミットはこれに従い、視聴者の塔の高さを99メートルのボティフ協会よりも、 わずかに低い98メートルとした。しかし、塔の上、騎士の高さは3.5メートルだが、持っている旗を含めると5.4メートルになり、総重量は1800キログラムである。ラートハウスマンは1892年10月21日にウィンチで釣り上げられて設置され、この日取り行われた上等式の最後を締めた。 1985年に視聴者の塔が修復工事を受けた際、ラートハウスマンも一旦塔から降ろされ、工場でレストアされた。この時にレプリカが一体制作され、視聴者の南側に置かれている。ラートハウスマンは今やウィーンを象徴する存在の一つになっており、ラートハウスマンの金色のミニチュア、ゴールデンラートハウスマンは業績のあった人物に、 ウィーン氏から贈られる賞として定着している。ウィーン市役所では、掲示やパンフレットなどに、ラートハウスマンをデザインしたロゴを使用している。ウィーン社会民主党が、メーに、視聴者前で行った、デモ行進では、ラートハウスマンをかたどった、ピンバッジが、参加者の胸を飾った。公園内から見た、視聴者かつてのヨーゼフ・シュタット射程のうち、視聴者前に残った一角は、 視聴者前広場となった。視聴者前の区域の大部分は、庭園市のルドルフ・ジーベックによって、視聴者公園として整備され、視聴者の自鎮祭が行われたのと同じ1873年6月に完成した。広さはおよそ4万平方メートルである。リングシュトラーセと視聴者の間に視聴者広場があり、その両脇に視聴者公園が広がるというレイアウトになっている。 広場の向かいには1888年に完成したブルク劇場がある。今日では視聴者前広場では年間を通じて様々なイベントが開催されている。1991年より毎年7月から8月にかけて野外上映の映画祭、ウィーン視聴者広場映画祭が開かれており、クラシック音楽を中心にした映画が毎晩無料で上映される。クリスマス前の時期には、 伝統的なクリスマスマーケットが立ち、1月中旬から3月初めまでは、ウィーンのアイスドリームという名で、スケートリンクがオープンする。また、音楽、演劇など、文化の祭典であるビーナーフェストボ編も通常は、視聴者前広場で開かれるほか、これ以外にも、数多くの不定期の催し物も実施される。映画祭や、クリスマスマーケット、アイスドリームなどの際には、視聴者が、 ライトアップされ、訪れる市民や観光客の目を楽しませる。ハインリヒ2世の像視聴者広場の両側には、オーストリアの歴史上で重要な人物の大理石像が合わせて8つ並んでいる。これらの像はもともと今日のカールス広場を流れるウィーン川に架かっていた橋の上にあったものだが、この橋が1897年に撤去されることになり、像も移転を余儀なくされた。 視聴者の中庭に展示することも検討されたが、結局現在の位置に設置することで落ち着いた。彫像の人物は以下の通り、ナチスドイツによるアンシュルスの期間中は、ユダヤ人の羊であるゾンネンフェルスの像の代わりに、クリストフ・ビリバルト・グルックの像が置かれていた。グルックの像は現在では、 カールス協会に設置されている。ロトハウス駅、ィーニームルークブリック、マイ1952、ラトハウスコラービーボーア60ヤレンハット、ビナトゥーリストガイド、アット、フリードリッヒシュミットデンクマル。ありがとうございます。